こんにちは、学び図の矢沢です。本日はですね、合格対談の切り抜きを皆さんにご覧いただこうかなというふうに思います。ね、2022年、すごくいい結果を残した子たちにですね、矢沢と今井がいろいろインタビューした動画が上がってきてたと思います。この3月、4月ね。で、その中でですね、もう全部見ていくのは非常に多いかなというふうに思いますんで、その中でも特に成功した受験生たちの金言であったり、これは新しい受験生たちに、非常に聞いといてほしい。絶対受験の役に立つやんっていうところだけをピックアップした動画になってますので、最後までご覧いただいてですね、必ず自分の受験の役に立てていただければというふうに思います。それでは合格対談の切り抜きスタートです。どうぞ。じゃあ逆に今までその受験生活を送ってた中で、他の子と違って自分はうまくいったぞみたいなことがあったら教えてほしいです。長期休暇にどれだけ勉強するかっていうのが本当に大事だなって思ってます。僕は8月まで部活をやってたんですよ。だからもう夏休みも前半はちょっと部活動とかで、終わってからギアをもうグッと上げて1日13時間とかをもう毎日続けれたっていうのが、さらに成績が上がっていった要因かなって思ってます。いや、素晴らしいな。13時間その休みの日に勉強するって、まあ、学び済む生からしたら普通としてる基準だけど、はい、周りの塾行ってる子からしたら、その正気の沙汰じゃないように見られたりするけど、でも特にさ、健太はオンラインコースだったわけやんか。その中でさ、13時間勉強するってちょっと過酷だなって思ったりしなかった？過酷に思うってこともあったんですけど、僕結構ちょっと家では集中できないタイプで、朝一番にまあカフェとか図書館行って、から一日中もう勉強し続けるっていうので時間を稼いだりしてましたね。なるほど、受験生の鏡やな。学びズムでコンサルと一緒に受験を突破してよかったなって思えたことを教えてください。勉強しないとまず気づけなかったこととかいっぱいあって、例えば単語とかでもいいんですけど、一個一個行動に意味持たせないとやってがなくなるじゃないですか。でもこれはどんなことにも言えると思うんで、適当にパーってやってるだけじゃほんまに何も得てないし、今やってることにどんだけ自分で意味を持たせるかっていうのは、ほんまにコンサルとかも通して思いましたね。なるほど。スポーツは何やってるんやったっけ？サッカーです。サッカーの時もそれはやっぱ感じてたんじゃない？だから一個一個の練習とか一個一個のものにこう意味を感じながら、これは何のためにやってるんだっていうのを想像して取り組んでいくっていうことが大事だ。まあ、サッカーの時から多分学んでただろうし、やっぱり勉強も一緒だったと、はい、何かこう受かるためにはこれマジ大事やったでっていう、終わったから言える先輩としてのですね、後輩に向けてアドバイスがあれば教えてください。目標を絶対ぶらさないことです。私は本当にゼロからのスタートで上智大を目指すっていう、周りから本当になんでみたいな、無理でしょみたいな目標だったんですけど、私的には本当に絶対行きたかった大学だったんです、うん、やっぱり思うように結果が出ないこととかもう何回もあったし、だけど今思い返すと、私はそこで志望校を落とすとか他の大学をちょっと検討してみるとか、期待しなかったんです、うん、なのでその目標が明確に絶対決まってると、いろんな紆余曲折があっても、たとえそこまでの努力の仕方を間違えてたとしても、目標が絶対動いてないから最終的に絶対そこに向かってるって私はこの受験勉強として思ったので、うん、これからの受験生の皆さんには目標を立てて、もうそれに向かって頑張っていくっていうのが大事だと思います。新高3に、いや早稲田行きたいって言うんやったら、こういう子が受かってたよっていうのを、そうですね、アドバイスがあれば、はい、教えてほしい。まあ、自分も受験前半は全くできてなかったんですけど、うん、まあ、やっぱ計画というか、うん、今日はこれやるっていうのをちゃんと決めたりとか、まあ、明確にするっていうか、うん、あとはコンサルに聞かなくてもなんか自分の弱点が分かって、まあ、その弱点を補えるように計画ができる、それをコンサルと相談できるっていうのがやっぱ必要かなっていうか、うん、それさ、いつぐらいからできてた？高3の10月ですね。まあ、10月が結構境目かなって。ああ、そう、じゃあそれまではとりあえずコンサルに言われたことを、やっとけばいいわみたいな感じだったけど、10月ぐらいから、自分で考えれるようになってきたっていうような実感があって、ここには何があったの？その変わったきっかけは。っていうなら、ちゃんとした志望校が決まったというか、まあ、この大学のここを受けるっていうのがもう第7志望くらいまでもうなんか明確に決まったというか、うん、自分の入る大学のちゃんと設定できたので、第1志望は決まってたんですけど、まあ、やっぱ抽象的にここって感じだったんで、うん、まあ、やっぱちゃんとした目標ができたのが10月なので、うん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 、
まあ、そこからやっぱギアが入った感じです。同志社の、まあ、グローバルもグローバル地域文化も多かったってことは、まあ、関西次第だったらトップクラス、西日本で言ったらもう1位の偏差値のところに良かったわけなんですが、後輩たちにその次第受験においてこういうことが大事だよとか、受験においてこういう姿勢であるべきだよみたいなアドバイスがあれば語ってください。あの難関大学って言われるレベルを受験する人たちと比べたらだいぶ遅い方だったんで、これまでやってたゲームであったり、あのスマホの使用時間であったり遊びとかでやったのをもう切って、その一つっていうのに絞ってやったのが多分大きかったんじゃないかなって思ってます。いいこと言う結果を出すためにそれ以外の必要のないことを全て切っていったと、断捨離していったということだよね。ちなみにさ、自分の中でこの断捨離はでかかったっていう捨てたものって何？楽しみとかもうほぼ切りましたね。楽しみはほぼ切った、はい、楽しみって何が、受験勉強始める前の楽しみって何やったんじゃ。勉強の間の休憩時間を YouTube とかいっぱいいろんな見てて、でその無駄な時間っていうのをもうそれを全部勉強に当てて、もう今日ぐらいはいいやろみたいな休憩時間、切り替え時間みたいなのも全部捨てて、はい、本当にもう勉強一本、それ以外は全部みたいな感じに切りました、ね。YouTube でさ、俺よくさ、そもそも休憩なかったら勉強できひんみたいな言ったらすぐコメント欄で来るやん。休憩なかったらって来るやん。でも受かる側からすると、休憩してることすら末恐ろしいというか、もう不安で仕方なかった。そうよな。だからそれがやっぱり受かる子の精神状況として、結構正しいんじゃないかなって俺はやっぱ思うな。やっぱこれまで受かってきた子たちの話を聞くと、やっぱり自分を追い込んでできてる子らの方がしっかり自分の得たい結果をそのまま入れるというか、それぐらいの断捨離が必要だと。何かその受験においてこれめっちゃ大事だったなっていうのがあったら教えてください。日本史をめちゃめちゃ後回しにしてて、はいはい、ほんまにだからこの塾に入るまではマジで手つけてなくて、うん、日本史を6月くらいまで、はいはいはい、あのほんまになんか授業ぐらいで受けるぐらいで、はい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 、でなんか学び様に入ってそのゼミで日本史があるからやってたけど、うん、ほんまになんかそれも後回しにしちゃう感じで、日本史が最後ほんまにギリギリやったから日本史に力を入れてほしいそら人による部分でかいやろと思うけど、まあ確かに現役生やったらよくあるあるのね悩みかなと思います。でもそれってその2月からそのマナビズムに入る前に入ってた塾でそういう指導がなかったってことでしょ多分、うん、そうです。それのまま行ってたらやばかったよ。絶対やばかったです。ほんまに夏休みでとにかくなるやろみたいな感じで思ってたから、はいはい、全然なんとかならなかった。全然入ったらみんなほぼなんか通信終わりかけみたいやって自分やばいみたいになってようそっから盛り返したね。すごいね。だから勉強、まあ、日本史をやれっていうアドバイスっていうよりはちゃんと、各科目のバランスをなんか自分が好きやからこっちばっかりやるとかじゃなくてちゃんと全部まんべんなく勉強計画から逆算された形でやるべきだよっていうことだね。そうです、そうです。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな ebook、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。